第二次世界大戦が終わって15年、日本で500万台を突破したテレビを通じて、人類史上画期的なニュース映像が飛び込んできた。世界で最初の宇宙飛行士の誕生である。青い地球をくっきり映し出した映像が、宇宙時代の幕開けと科学技術の急速な進歩を告げた。同じ年、アメリカではアポロ11号が打ち上げられた。宇宙開発競争でソ連に遅れを取っていたアメリカにとって威信をかけた計画であった。人類史上初めて月に降り立ったアームストロング船長。この一歩は小さいが、人類にとっては偉大な一歩である。月から届いた彼のこの言葉と映像は全世界に衛星生中継された。これは世界の人々が同時に感動を味わった瞬間である。天安門事件から5ヶ月、東西冷戦の象徴として立ちはだかっていたベルリンの壁が崩壊。冷戦時代の終焉を告げる映像である。自由を求める民衆の力が新たなる時代の1ページを開き、それを映し出す映像が歴史の証言者となったのである。皆さんそれぞれね、いろんな思いで見てて、まあ生まれてない人もいるからあれは知らないとかそういうのは随分あったけど、本当にあの幸せか幸せないかで全部知ってる僕なんかね、見てると白黒ってあんま見た時ないんですよ、そもそも。そうか、もう本当ほとんど気がついたらカラーのテレビだったね。ただあの、どうなんでしょう、今後の子どもたちがこう学習として学ぶのに、私たちは教材でしか学んでないものを、その教育の場でビデオとか見ながら戦争の恐ろしさとかいろいろ教えていくのにはすごく分かりやすいと思うんですけどね、やっぱり映像の方が、ね、うん、それは口で言う話だとか、うん、あるいはそりゃそうだ、止まってる写真よりもやっぱこの動く映像ぐらいインパクト強いもんないやな。逆にとだからあの絶対でもね、ありがたいことで、まあ、残るわけですよ映像ってね、もっと大きい目で見た時に、例えば江戸時代にもし映像があったら、ひょっとしたら今はもう歴史がもっと違ってたのかもしれないとか、もっと前にもっと映像があれば違ってたのかもしれないって、それぐらい映像っていうのはこの歴史の流れにおけるその力というものはすごいものを持つんだなっていう感じがしますね。たくさんのですね、衝撃映像をいろんな形で見てまいりましたけど、それじゃあの皆さんのですね、感想をお尋ねしましょう。まずあやちゃんからどうですか。はい、もう今日はたくさんのね、全部事実ばかりでしたけれどもね、あのやっぱりこう辛い事件とかになりますとね、もうなるべくああいう殺し合いとかがない世の中に早くなりたいな、銃のない世界があればなっていうふうに思いましたね。それでは続いてですね、吉武ちゃん。はい、最近北海道でのどかな生活してますから、ね、刺激ありすぎますよね、こういうのはね。本当にもやっぱあの平和な方がいいですよ ね。第一にあの映像がなくなると私仕事がなくなる。皆さんも同じですよ、笑ってる場合じゃなくてですね。そうそう、映像でご飯を食べてますね。ご飯を食べさせていただいてるんで、やっぱりあり続けたいものだと思います。トールちゃん、はい、第一線でカメラマンの人たちはその事実を捉えてくるんですが、それが真実であるかどうか、どう自分の生活に生かしたらいいのかっていう情報が多ければ多いほど、今度は見る側のなんか力量が問われてくる時代になるような気がしましたですね。勉強になりました。鳥越さん、知るということは民主ですから、映像はその最もいい手段である。同時に映像を利用してマインドコントロールしたり、それからなんか邪悪な意見をですね、そこからあの発してね、まあ昔のナチスみたいに、まあそういうことにも利用されやすいメディアでもあるなと。だから非常にそのプラスとマイナス両方持ってる、非常にまあなんというか力強いメディアだなというのをつくづく感じましたね。日本さんどうしたですか。まあ、そのメディアの中で私たち生きてるわけですから、その映像をお届けする立場の人間として、もう真摯な態度で立ち会って、そして放送していきたいなというふうにつくづく思いましたね。歴史の中でこう映像っていうのは変化され